を押していたい人、目元のたるみ改善できません。目頭の下、この部分には上唇尾翼虚筋と眼輪筋が唯一交わるところなんです。ここに凝りがある場合、目元を支える眼輪筋と上唇尾翼虚筋が正しく働かず、凝りができてしまって支えの作用がなくなり、目元が垂れ下がってしまいます。今回は凝りを徹底的に起こすので、正直痛いんですけど、マジで変わります。皮膚には最低限の刺激を与える方法なので、たるみの心配はありません。ご安心ください。まず最初は片方だけ集中してやってみてください。まず最初に押していたかった、ちょうど目頭からちょっと下の押して痛みのある場所、ここを指で圧を加えて1センチぐらい持ち上げながら、こんな感じでマッサージをしていきます。では行きます。よーい、スタート。押してちょっと痛いなって感じるところ、1センチだけ持ち上げてマッサージしていきます。こんな感じ。あんまりね、大きく動かさなくていいですよ。本当に1センチだけ持ち上げるような感覚です。はい。ただ押してる時、凝りを押してます。多少は痛いです。だけど終わった後、すっきりして目元がしっかり持ち上がって、たるみ解消になりますので、しっかり持ち上げてやっていきましょう。はい、こんな感じです。で、少し位置をずらして、もうちょっと続けていきます。あ、僕ね、この鼻に近い方の方が結構痛いですね、この辺り。はい、持ち上げます。もうちょっとです。頑張りましょう。はい、いいですよ。はい、今度は眼輪筋の付け根の部分、眉毛の真下の部分です。あ、ちょっとツーンとくるなってポイント、皆さんありませんか？これも人差し指で1センチぐらい持ち上げる感じで、凝りほぐしていきましょう。はい、ではいきます。よーい、スタート。はい、ここでね、ちょっと痛いな、凝り感じるなって部分あります。はい、人差し指でクックックと、ちょっとね、1センチぐらい持ち上げる感じでマッサージしましょう。はいね、ここ結構ね、ツンと響きますよね。で、今回の上唇尾翼虚筋、この眼輪筋、疲れてる人は基本的にね、目使いすぎなんですよ。なので今回の方法ね、目の疲れもしっかり取れる方法とも言えます。はい、だけどね、やっぱりね、たるみをね、一番に改善したいと思うんですけど、やっぱり疲れてる方、たるみね、出やすいんで、しっかりここ改善していきましょう。ちょっと痛いなと思いながらも頑張ってください。これほぐしましょう。ウィウィグリグリ上に持ち上げましょう。はい、いいですよ。はい、今度も眼輪筋なんですけど、黒目のちょうど真上の部分、押していたい場所探してください。ここもまた人差し指で上に1センチ持ち上げる感じでやっていきましょう。はい、ではいきます。よーい、スタート。はい、1センチ持ち上げる感じでクイックって押してあげていきます。はい、で、押してちょうどね、凝りの部分をね、しっかり感じてください。このあたりですね。あ、結構痛いな。ここもこうね、おでこにツーンとね、鼻にツーンって響くところあるんですよ。はい、ここ探してね、ちょっと上に持ち上がるようにマッサージしてあげていきましょう。はい、痛いな結構やっぱ痛いな。はい、で、これね、結構ね、人によって場所違うんで、僕が押してる部分よりちょっとずれてるかもしれません。はい、で、ちょっとね、押してやっぱね、凝りを感じてる部分をね、しっかり狙うと、今回ね、凝りほぐししっかり、めちゃめちゃ効果出ますので、上げてマッサージしながらやっていきます。はい、いいですよ。はい、途中経過なんですけど、目元こっち側だけめっちゃめっちゃすっきりしませんか？目もパッチリ開きやすいと思います。今度は目の下、硬くてね、骨を感じる部分あると思います。ここに3本指当てていただいて、押して横に動かして、痛いなって感じるところあるんですよ。そこをね、探しましょう。探したら、そこの部分を横に動かすんじゃなくて、また1センチ持ち上げる感じでマッサージしていきます。はい、ではいきます。よーい、スタート。圧を加えて1センチ持ち上げます。で、この圧の加え方ね、あの、凝りをね、しっかりほぐさなきゃいけないので、あ、効いてるなぐらいの圧を加えた状態で持ち上げていきましょう。圧は加えっぱなしですよ。圧は与えっぱなしで持ち上げていきます。で、この目の周りの近くなので、あんまりガシガシ動かさないでください。ゆっくりこうね、ちょっと持ち上げる感じ。はい、一回で変わりますけど、あんまりね、こう一回でめちゃめちゃ変えてやるって言ってね、こういっぱい動かしちゃうと逆効果になっちゃうんで、そこだけ気をつけましょう。はい、持ち上げていきまーすね。この辺結構効きますよね。はい、いいですよ。はい、で、目の周りだいぶほぐれてきたんですけど、ほぐれた状態から持ち上げて終わりにすると、上がった状態がキープさせることできます。今度は押してる手の反対側の手で、頭を横からこんな感じで掴んでください。指先、眉毛、こめかみあたりに当たると思います。ここを指を曲げてちょっと引っ張り上げます。こんな感じで上げたら、頬からこめかみに向かってぐーっと持ち上げていきます。ちょっとこめかみら辺を滑らせるような感じで持ち上げていきます。いきます。よーい、スタート。指先をグッて曲げて、持ち上げた状態でグーッと
さらにこめかみの部分をこんな感じで指を滑らせながら上げていきます。1、2、3、はい、ちょっとね一緒に数数えながらこめかみ、頬からこめかみ部分でこの引っ張ったところをさらに持ち上げるような感じで上げていきましょう。こんな感じです。はい、もうちょっとですよ、持ち上げていきます。はい、しっかりね目元のここから持ち上がってきますよ。ここ持ち上げてくれると、はい、もうちょっと上げていきます。はい、いいですよ。はい、次で最後なんですけど、頭の方、側頭部の方をこんな感じでグッと指先に力入れて持ち上げてください。そしたら今度こっちに滑らしたのを頬の下からちょうど指先のこの辺りに向かってこんな感じで上げていきます。でこの頬ちょっとね摩擦が気になるっていう方は乳液だったりクリームつけてやってください。はい、では指先グッと力入れて持ち上げます。いきます、よーい、スタート。頬の下からゆっくり持ち上げて目尻通って指先のここまで来ます。はい、持ち上げていきます。ぐーっと斜め45度にこんな感じで持ち上げていきましょう。はい、ぐーっと頬の出っ張りから始まってここまで、はい、頬から始まってちょっとねこの指先に力入れてるちょうど中指ら辺のところまでぐーっと持ち上げていきましょう。はい、活性化したこの目の周りの筋膜をさらに持ち上げて固定する技になってます。はい、もうちょっとです、頑張りましょう。はい、最後グーッと持ち上げて指先に力入れながら持ち上げます。はい、 OK でーす。お疲れ様でした。はい、どうでしょうか。僕の目元ここの位置上がってるの分かります？皆さん今鏡見てもらうと明らかに目の下のたるみ左右で違くないですか？もちろん続けてもらうとより効果出ます。1日1回2週間続けてみてください。2回目以降人差し指の方法は両方行っていいし、最後の2つに関しては片方ずつやってみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。